キャッチャーの性格ね。これ一番大事。ピッチャーよりもキャッチャーなんですね。キャッチャー。主導権はピッチャー俺だろって思うんだけど、はいはい、左バッターね、あんなの見やすいからっていう、はいはい、また見やすすぎてダメ、謙虚な気持ちを忘れちゃうって。さあ今回は代打をテーマにお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、ちょっとからもう結構深くじゃないですか、はいはいはい、話出ましたけれども、うん、やっぱり代打といえば檜山さん、代打の神様ですけれども、檜山さんから見たやっぱこの人代打ですごいなっていう方といえば八木さんですよね。で、まあ、その前は僕若かりし頃は真由美さんがもうレギュラーから代打になられてたんで、はい、真由美さんもすごかったですけど、はい、やっぱりもう一番はやっぱもう八木さんっていう、なんであんなにすぐ簡単にヒット打てるのっていうふうに思ってました。宮本さん、八木さんとの対戦はありますよ。僕の時結構出てきましたね。やっぱりね、あのなんつうの、いわゆるこう鉄仮面っぽい表情が、表情変えないから何考えてんだろうっていうのがあるって、まあピッチャーからしても投げづらいですよね。代打において必要なことっていうのはどんなところにあるんですか。準備だとは思うけど、まあまあでもそれはみんなやってるんで、まあでももう八木さんとかになったりとか、僕はもうある程度こうまあベテランになってくると行くとか決まってるんで、7回以降とかになったりするんで、だいたいもう最初はもうのんびり試合の動向を見ながら、ここの辺あたりかなとみたいなで準備するけど、やっぱりあとはどれだけこう自分が考えたものに対してなんか腹を据えてなんか開き直っていけるかっていうのあるかな。このボールを狙ってダメならしょうがないっていう、まあ、大体行くときっていうのはもう抑えのピッチャーってもうまずまあ真っすぐは絶対いいのと、もう一つ絶対ね、あのいいボールを持ってないと抑えとかはできないし、中継ぎでもねできないので、この2つに1個どっちに絞るみたいな。打席入る前にもう結構狙い球っていうのはもう絞って、それまでの間のその相手チームのね、対戦のそのピッチャーのそれまでの対戦、誰自分に似たようなバッターと対戦をその前のカードでやってるんで、その勝負どころでどういうボール投げてるのかなとかいうのもあったりとか、まあ、点差もあるし、1点差、2点差だったとかいうのも考えながらっていう、あとキャッチャーの性格ね。これ一番大事。ピッチャーよりもキャッチャーなんですね。キャッチャーだから今のプロ野球の選手たちもうキャッチャーがいろんな、ね、変わるから、もう解説しても分からない部分があったりとか、そうですね、固定のキャッチャーでも結構変わったりする。そうね、昔はね、みんなもうやっぱり1人で8割、9割もう1年間通して守ってたんで、うんうん、やっぱ性格出るからね、うん、はい、その駆け引きはまた面白い。宮本さん、こうピッチャーから見て、うん、こう嫌な代打ってどんなバッターなんですか。先発ピッチャーとリリーフピッチャーっていうのは、リリーフピッチャーっていうのはもう1点も取られちゃいけない場面じゃないですか、はい、で行くわけですよ、はい、でそこで先発ってある程度こうストライクはこう取って組み立てっていうのはあるんだけど、うん、逆にリリーフのピッチャーっていうのは勝負球から入っていかなきゃいけないっていうのがあるわけですよ、はいはい、だからそれをこの代打陣がそれを、ね、狙ってくるっていうのは絶対あるわけです。だからさっきストレートなのか一番いい勝負球どっちかを狙うってあるわけじゃない。だからリリーフピッチャーと先発ピッチャーの違うっていうのは、やっぱリリーフというのは本当勝負球からいきなりフォークから入ってくるとかってあるわけだから、うん、はい、やっぱその辺はピッチャーとしては、うん、注意してましたよね、うん、僕の今までの組み立てを見てきてるんですよ、うんうんうん、100% 見てるんですよ。で何々が初球はスライダーが多いとか、はい、なんかいろいろ見てきてるわけだから、その裏を書かなきゃいけないのか、でもこれでもまともにいっていいのかなとかっていうのがいろいろ考えるよね。代打出てくるバッターってのは勝負師だから、はい、もうバグチ打ちと一緒ですよ。絶対にどっちか絞ってきてるわけ、それをこっちは外さなきゃいけないんですよね、はいはい、でもましてやボールから入るってなると、まあ、フォアボールもあるし、もうとにかく初球が全てなんですよ。初球ダンってファールとか出たらよっしゃーってこうなるんだけど、その通りなんですよ ね, ね、はい、うん、もう本当にファーストストライク勝負です、ね、そこなんですよ。例えば2種類だけって言ってたって、はい、その2種類でも例えばまっすぐでもインサイドから来るのか外から来るのか、うん、まあ、じゃあボールから来るのかっていうのもあるから、いろんなことも考えるから結局何種類も出てくるんやけど、でもそれが点差でどうかとか、はい、ここで一発打たれたらもう終わりだってなった時にインサイドから果たして来るとか、いやでも勝負かかってるから来るかもしれんなとか。だから今流行りのピッチャーって
うちの CC メルセデスでテンポ早いでしょ、はい、取ってすぐ投げるでしょ、はい、これなんですよ。いやバッターに考える時間与えちゃいけないんですよ。でも CC の場合は打たれてもそのままリズムが、いやいやそれはちょっと、まあ開けろよみたいなね、うん、そうそう、バッというその時間っていうのはいろんな間がありすぎてもいい情報も入るけども、はい、悪い情報も入るんですよ。すごく自分の間っていうのを持ってるんですよ、代打陣っていうのは。でポッて入ってピッチャーがもうこうなったらタイム平気で取るし、それタイムだとせえよってこう思うけど思うけど、やっぱりそれはもうこっちの術中リズムにこっちははまってるわけです、はい、乱されてしまってるわけですね。主導権はピッチャー俺だろって思うんだけど、はいはい、主導権を取られちゃうんですよ、タイムとかかけられると。だからすんごい嫌なんですよ、うん、ランナーがいるからある程度時間もかけてくれるでしょ、はいうんはい、そうですよね。ランナーなしで代々行くともうどんどん来られるのが嫌なんですね、うん、駆け引きなんですね。だからもうそうなると今度球種が例えば2種類3種類そんなにないあのピッチャーだったらやっぱキャッチャーはわざと首振りのサインをね、うん、首振ってくれっていうサインしてこうやるとバッター悩むんですよ、はい、おい首振ったよってそんな球種ないやろとか思いながらどっちとか、まあ、ピッチャーが本当に嫌がって首振ってるのかキャッチャーが首振れって言ってるのが そこの駆け引きもある。首振りね、首振り、ああ首振り嫌だ。嫌ですねやっぱりね。宮本さん一番嫌だった代打って誰ですか。ピッチャーってヒットなんか全然 OK だから、うん、やっぱり一発あるバッターってのは一番嫌ですよ。具体的にこうお名前を挙げるとしたらどなたか。いやタイガースだったら、まあ、代打陣代打で嫌だったっていうのは僕ね逆に右バッターはそんな嫌いじゃなかったんですよ。そうなんですね。左の方が嫌だった。こうカーブ系張られてんじゃないかって思ったりするから、はいはいはい、やっぱりこっち行かなきゃいけないし、はい、こっち行ったのがボールになるともうすごい嫌だったな、ね、あとはこっちが狙われるんじゃないかとか、はいはいはい、でさっきあの面白い話があって首振るじゃない、はい、ピッチャーを首振る、はい、あれ今最近のピッチャー首振るサインあるからね、うんうん、だからわざと例えば2回首振ったらもうバッターは大体まっすぐはないって思うんじゃない、うんはい、大体そうじゃないですか、はい、こう変化球出していやいやいやで変化球嫌だったらじゃあまっすぐして普通はうんっていくんだけど、はい、でこれもいやいやって振るじゃない。でそれ以上振ったらもう多分まっすぐしかないって思われるんだけど、はい、今首を振るってサインとかってどこの球団も使ってるから、はい、ピッチャー、うんうん、だからわざと首打って首打って首打ってあタイムとかでサインが合わねえなっていう、はいはい、でそこでズドーンって行くピッチャーも結構今いるよね、はい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 、結構ねどこの球団も今首振るサインはで、うんうん、首振れよっていうサインを出してます。そこに注目しながらナイター見るのも面白そうですね。面白いですよ。首振って首振りすぎたら逆にまっすぐ系多いですよ。俺の傾向で見たら、ね、右バッターより左バッターの方が嫌だったっていう、うん、これピッチャーもいますよね。そうやっぱり、ね、左ピッチャー右バッターはあの抜くボールをあの使えるからいいんだよっていうピッチャー多いですもんね、うん、そうそう。だから今言った通りスクリューボールとか左のこういう落ちる球を持ってるピッチャーっていうのは、はい、あの左バッター嫌なんですよ。右バッターの方が打ち取りやすいです、うん、左がかえってねあの逆にそれが抜けきれなくて落ちなかったら甘く入ってホームランとかなるから。そうなの。左ピッチャーには右バッター、うん、右ピッチャーには左のバッターとか言うけど、うん、別にそればかりではないっていう、まあ、そうそれだけじゃないですよ、うん、金持ちゃんは右ピッチャーのアンダースローに大金の苦手やったからね。うわアンダースローもう嫌い嫌いと思って結構左バッター ねアンダースロー見やすいからっていう、はいはい、また見やすすぎてダメなんですよ。謙虚な気持ちを忘れちゃうってへえ。来たーとか思うとかね。だから調子が悪くなると左バッターは左ピッチャー来る方がいい。開かない開かない。もう単純にもう開かないようにセンターに打っていこう、うん、ただそこでシュートあるピッチャーはもうダメだから左はもうワンポイントでもあのシュート投げるピッチャーはすごく効果的な。もう一球バーンってあるよってもうあるよって見せるだけで嫌、はい、だなっていう。でそこでこう意識させてスライダーとかなるとそれがないともうどんどんもう逃げるボールしかないからもう楽よね。いや深いですね駆け引き。だ基本あのバッターに対してインサイドに緩い球っていうのはやっぱり怖いんですよ、うん、我々ピッチャーからすると、はいはいはい、投げづらい。でもそれを今投げなきゃいけないんですよ。石川君なんか投げるよね。あ勇気ありますね。ヤクルトの石川君なんか、まあ、全部が緩いんだけど、まあ、全部緩いんだけどなんかねあの子は勇気ある。あの子のピッチングってすごい勇気あるよね。